今日はコーヒーについてお話しします。これは私です。ゆきです。私はコーヒーが好きです。コーヒーが大好きです。毎日コーヒーを飲みます。毎朝コーヒーを飲みます。もしもコーヒーを飲まなかったら、もしコーヒーを飲まないと、頭が痛くなります。コーヒーを飲まないと頭痛がします。なので毎日必ずコーヒーを飲みます。コーヒーの豆です。これは コーヒーミルに豆を入れます。ここをぐる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 回します。ぐるぐる回して豆を引きます。豆を引いたら小さくなります。細かくなります。粉になります。やかんです。やかんに水を入れます。火にかけてお湯を沸かします。やかんに水を入れてお湯を沸かします。マグカップです。私のマグカップは赤いマグカップです。フィルターです。ここに粉を入れます。粉を入れます。お湯も入れます。コーヒーができました。これはブラックコーヒーです。私はブラックコーヒーは好きじゃありません。甘いコーヒーが好きです。甘いコーヒーが好きなので、砂糖を入れます。それから
混ぜます。甘いミルクコーヒーの出来上がり。今日はこれでおしまい。またねー。